改めまして皆さんこんにちは。ただいまご紹介いただきました災害対策研究会のマンション防災士ということで活動しております釜石徹と申します。今日私大田区から朝新幹線乗ってきました。今大阪というのは日帰り県になりまして、ある意味で非常に寂しいというか物足りないんですけども、今日は日帰りでさせていただきます。今日はお手元の資料にも、今日前で出すスライドと同じものをお渡ししてますので、前を見たりあるいは手元の資料を見たりあるいは私の話に耳を傾けるということでお願いしたいと思います。今日のタイトルはマンション防災の新常識と在宅避難というタイトルにしました。すでに防災対策取り組んでいらっしゃる方いらっしゃると思いますけども、皆さんがすでに行っている対策と違うことを今日話すかもしれません。あるいは知識として知っていることと違う内容のことを話すかもしれません。でもどちらが正しいということではありません。皆さんがすでにやっていることをですね、ちょっと見直しをしていただくきっかけ作りだと思ってください。それを行えば皆さんがやっていることがもっとレベルアップといいますか、いいものになるはずです。今日はそういうきっかけ作りをしたいなと思って私はお話をさせていただきます。約1時間ですがお付き合いのほどよろしくお願いいたします。私のプロフィールなんですけども、講演とかセミナーをまあマンションですとか、いろんなところにお尋ねして行ってます。で、講演とかセミナーやるときには必ず事前に、主催者の方と打ち合わせをして、どういう防災対策をやってますか、あるいはこれからどういう対策をしますか、そんなことを話し合いながら、住民の皆さんにこう講演で話す、こんなことをやってます。ですからそういうことをやりながら私が、これまで取り組んできたこと、それに皆さんの声を聞いたことを入れると、ちょっとこういうような新しいことがあるんじゃないのかなということ、それをまあ一言で新常識というような言葉にしてました。そういう意味で聞いていただきたいと思います。で、まあ、受賞歴としては1枚のマンション防災マニュアルというのをちょっと開発しまして、まあ、優秀賞をいただいてます。コンテストで優秀賞をいただいてます。それからマスコミ関係では新聞各紙に取り上げられてます。から先月、3月かな、NHK のニュースウォッチ9という番組があるんですけども、そこでもちょっと私の名前を取り上げていただいて、在宅避難、7日以上の在宅避難をしましょうというようなことがちょっと取り上げられました。その他、ラジオとかケーブルテレビとか、あるいは雑誌関係に取材を受けています。著書としては、マンション防災の新常識という本を出しました。今日はその本の中の一部をまあお話をするということでさせていただきます。資格としては防災士を持っています。今日の目次なんですが、第1章では防災対策の目的と方針を確認します。第2章では南海トラフあるいは直下地震、これについて少し触れます。第3章では災害時の食事、トイレの備え方についてお話をして、第4章ではマンション全体でどう捉えるのかと、どう備えるのかということをお話をします。そしてエレベーターの閉じ込め対策、排水管の簡易チェック、このようなことをお話をしていきたいと思います。まず第1章の防災対策の目的と方針なんですが、これまでマンションの防災対策というと、まず防災マニュアルを用意しましょうという話が出るんですね。ところがほとんどのマンションがすでにある他のマンションのものを持ってきて、自分の名前だけを自分のマンションの名前変えて、それを住民に配布してさあ読んでくださいよ、このパターンが非常に多いんですね。これでは浸透するわけがありません。ですから本当にこれでいいのかなと。防災組織、確かに組織を作ることは大事なんですが、大災害が起きたときにその組織のメンバーが果たしているんでしょうか、その組織が活動できるんでしょうかというと疑問が残ります。
なんか違う考え方があるんではないか。共同備蓄、まあ、これも多くのマンションが、共同備蓄していると思いますけれども、私が訪ねた、まあ、主に都心ですけれども、東京横浜ですけど、東京とか神奈川ですけれども、大体1日か2日分なんですね。それもあまり栄養価のないようなものを備蓄していることが多いんです。本当にこれでいいんでしょうか。どうしても不足するだろうなと思ってます。で、防災訓練、これは、まあ、消防署の指導のもとに火災対応訓練はこれどうしても必要なことで毎年やってると思います。ですけど、地震が起きたからといって火災が発生するわけではないよと。逆に地震が起きて、在宅避難なんかするときには在宅避難の仕方というのもやはり訓練が必要ではないだろうかと。災害時の助け合い大事だと思います。ですけども、大災害になればなるほど自分のこと、家族のことがまず大事ですね。で、自分の生活、仕事、これからのことを考えたときに、人のこと、他の人のことを本当に助けることができるんだろうか。逆な言い方をすれば、災害の規模が大きければ他の人の助けは当てにできないということになります。今申し上げたようなことをいろいろやってると、やはり多くの住民の方、災害の不安が解消することができないという声を非常に多く聞きます。で、私たちはいや、これでは困ると、どうやったら災害の不安を解消するのができるんだろうか、まあ、そのような目線に立っていろいろ研究し活動しております。その中から出てきたことを今日はいくつかお話をさせていただきたいと思ってます。改めてマンション防災対策の目的というのを挙げました。3つ挙げました。1つは自分のマンションから死傷者を出さないことですね。で、2つ目は被災直後、災害が起きたその後は人命救助と初期消火ができる体制を組みましょう。3つ目は長期在宅避難を実現するためのノウハウというのを普及させましょう。この3つを目的として挙げました。で、この目的を達成するためにいくつかの方針というのを挙げました。まず建物の耐震性が大前提です。建物に耐震性がなければいくら防災対策をやってもそこに住めなくなる可能性がありますよね。ですから、まずは、耐震性のない建物はまずは耐震化をしてほしい。2つ目は被災後よりも事前の対策を重視する。被災後は非常に大変な事態になります。確実性がありません。ですから被災をする前、すなわち今ですね、今対策をすることを重視するということ。3つ目は停電期間は1週間以上覚悟する。このことで少しその余裕を持たせる、余裕というか1週間の備えができれば2、3日の災害在宅避難は余裕が持てます。で、そのやり方を、無理のない備え方を今日お話をします。4つ目は自主防災組織は自助の推進を徹底してほしいんです。皆さんどうでしょうか。自助やってくださいねということはよく聞くけども、その自助の中身について詳しく説明を受けているでしょうか。人それぞれですね、違うんですね。ですけども、ここの自助がどういうものか今日お話をします。それを参考にしていただきたいと思います。それから5番目が、災害発生時に人の集合あるいは人の助けを期待しない。6番目には、二次災害に遭わないよう無理をしない。このような方針を掲げながら、先ほど申し上げた目的を達成させるための対策というのをこれからいくつかお話をしていきます。まず、この城東区から見てですね、心配なのは南海トラフ、あるいは直下型地震ですね。上町断層帯地震ですね。その辺のお話をします。
まず南海トラフ次いつ来るのかなっていう話があるんですけども、過去の歴史を見ると1944年に昭和東海、46年に昭和南海とありましたけど、これが、90年、その前の安政東海南海から90年ぐらいになってるんですね。で、その前だと宝永まで行くと147年ぐらいの期間があるんですけども、ですから南海トラフというものは90年から150年ぐらいの間に起きるんだというのが、まあ地震学者あるいは内閣府中央防災会議の考え方です。そうすると単純に1944年に90を足すと2034年ですか、そうすると今から10年ぐらい先だと、そのぐらいからなんか可能性がより高くなるのかな。もう一つの考え方があります。南海トラフから約50年ぐらい前から震度7、マグニチュード7クラスの地震が頻繁に起きるんだよと。で、1995年に起きた阪神・淡路大震災、これがそのきっかけといいますかね、最初じゃないかと言われてます。と、そこから1995年から50年後にすると2045年、今から20年後ぐらい。ですからまあこれか今から10年あるいは20年後ぐらいからがですね、こう今よりは発生の確率が高くなるんだろうなというふうな言われ方をしています。でも分かりません。実際は能登半島の地震、誰が予想したでしょうか、まあそういうことですよね。それよりも阪神・淡路大震災、誰が予想したでしょうか、そういうことです。ですからまあそういうような地震が来てもいいように備えておきましょうというのが防災対策になります。で、西日本の直下型地震ですね、実際にこのぐらい起きてるんですね。赤丸で大きく書いたところが、マグニチュードが7以上です。先日1月に起きた能登半島地震もマグニチュード 7.6 という非常に大きな地震でしたけれども、阪神・淡路大震災以降、マグニチュード7で、この、まあ、6つといいますか、6箇所で起きています。で、マグニチュード7、マグニチュード6以上になるともう19回、20回ぐらい起きてるんですね。ですからまあ着実にその地球の動きでもって、こういう地震が起きながら南海トラフに近づいているんだと。だから来ないわけはないと。ただいつ来るかは分からないということになります。それから想定される上町断層帯地震というのがあります。これも発生確率は非常に少ないと言われてますけども、本当に来ないのかとは言い切れないですよね。もし来ると断層帯が大きく動いて、大阪市内はもうほとんど震度6強以上になると言われてます。もうその時にはしばらくその都市機能が麻痺するだろうと思ってます。南海トラフの津波ハザードマップというのがあります。これは大阪市のホームページから出したんですけども、まあ、城東区を見ますとですね、うっすらと色がついているような感じです。まあ、地形的に見て南海トラフの津波がこの地区を襲うということはまず考えられません。あるとすれば川を登っていって、淀川とかいろんな川を登っていって、それがあふれてまあひたひたとちょっと来るくらいかなと。ですから南海トラフの津波の被害は、まあ、上徳はそんな心配しなくてもいいんではないかなと思っています。ただですね、液状化については一応ちょっと注意をしておきましょうと言いますか、昔大阪平野は、この絵の左の上のように、上町の大阪城のある上町台地が半島のように突き出ているような海でした。上徳は海だったんですね。で、右上の方に行くと、上町台地がどんどんこう半島が伸びて陸地とつながるような感じになって、で、左下になってくると完全につながることで、川地湖、湖ができました。で、城東区は湖の底だったんですね。その後埋め立てをした状態で今がありますと。ですからこの地区の、地面の下というのは昔海、
だったので、ちょっとその液状化の可能性が高いということです。ちょっとこれ見にくいかもしれませんけれども、色の濃いところ、上等区役所標高 0.5 メートルと書いてます。ここの上等区役所は標高が 0.5 メートルなんです。で、同じように色の濃いところですね、これ青なんですけど、紫に見えますかね、青の濃いやつ、ここが標高1メートル以下。薄い青のところが1メートルから2メートルなんですね。上等区がもうだいたい標高2メートル以下です。ですから、震度おそらく5弱、あるいはもう5強になれば、おそらくいろんなところで液状化になると思います。じゃあ液状化起きたらどうなるのかということですよね。この写真は東日本大震災の時に千葉県の我孫子市というところで起きた写真なんです。我孫子市というのは内陸です。よく千葉県の浦安市というところが液状化で大変だったというのはニュースになりますけども、ここはもう海とは全く関係ない内陸なんです。で、そこで昔湖だったところ、そこを埋め立てたところなんですが、そこで液状化が起きました。ですから上等区とちょっと似てるかなと思ってちょっと持ってきました。左側の上の写真見てください。倒れてるのは、信号ですね、信号機が倒れてます。それから下の方を見ると電柱が傾いてます。信号機とか電柱というのは後で穴を掘って埋めますので、そういう意味では液状化が起きやすいんですね。後からこう追加したものですから。で、同じようにごめんなさい、左側水が漏れてる、あるいは砂がこう吹き出してるという状態になります。それから右側の上の方だと、これマンホールですね。マンホールが地中から地上に浮き上がってしまう、そんな現象が起きます。マンホールが浮き上がるということは、そこにつながっている下水道管がみんな使えなくなるということですね。右側の下側になると、ブロック塀がちょっと傾いてるというか沈んでるんですね。こういったことが起きます。ですから道路が波打つとか、道路が、通行ができなくなります。ただ一言で言えば、液状化で人は死にません。財産を失うという言い方をします。ただマンションの場合には杭を岩盤まで打ちつけてるはずですから、マンションに対する建物の被害はないんです。ですけどその周りの敷地であるとか道路が沈みますので、沈むと同時に排水管系がやられますので、そういうのを補修しなければいけない。戸建ての場合には傾きますね。傾くので、それを傾きを直すのにお金がかかる、そんなことがあります。ですけど、液状化は、ある意味しょうがないです。で、起きたら、その後補修をするということです。人命に影響がないということは知っておいていただきたいと思います。で、マンションの地震被害想定、ちょっと文字で書きましたけども、地震による揺れとかですね、停電、断水、ガスの停止、通信不可、液状化、いろんなことが考えられます。エレベーターの閉じ込め発生とか、エレベーターが停止するということもあります。それから4番目、けが人を助けられないということをですね、ぜひこう意識してほしいと思うんですけども、マンションの場合には室内のけが人を発見することが難しいケースが多いんですね。一人暮らしの方がもしタンスの下敷きで意識不明だったら発見ができません。たまたま発見できても意識不明者だったらやっぱり動かせません。動かせる状態で担架で搬送しましょう言っても、一人運ぶのにおそらく6人は必要です。3人怪我人いたら18人、どうやって人を集めるんですか。病院を連れて行っても大混乱をしてすぐに治療を受けるかどうか分かりません。要は確実性のないことばかりなんですね。ですから自宅で重症を負わないようにするのは皆さん一人一人の責任でやらなければいけないということになります。そして救急車、消防車、行政、自衛隊などの支援はすぐには期待できませんということですね。
それから6番です。情報ですね。情報をよく取りたいという話があります。だから避難所に行くんだと。でも、考えてみてください。大きな災害の時に、その情報を取得する人たちが どれだけ動けるかなんです。行政の人たちがどれだけ動けるか、動けないですね。テレビ局、ラジオ局の人がどれだけ動けるか、動けないんです。ですから、ラジオで分かるのは、その地震の震源地とマグニチュードだけです。この2つは別に大阪じゃなくて東京の方から発信するわけですから、それは分かります。ですけど、大阪の状態がどうですか、城東区の状態がどうですか、これはもうしばらくは分かりません。ですから、避難所に行けば何か情報が分かるんじゃないかって言ったって何も分からないんです。ということを知っていただければ慌てて避難所に行く必要はないですよということにも言えます。で、避難所自体はおそらく大混乱になると思いますけど、もう安全に過ごせる場所ではないので行かないことをお勧めします。行かないように自宅で入れるようにしたい。していただきたいと思います。から交通機関、相当被害が出ますので復活まで時間がかかる。から商店もおそらくすぐに商品がなくなってしまってしばらくは流通が停止するので、物を買うこともできない。病院も休業状態が続くでしょう。まあ、町医者と書きましたけど、お医者さんはまあ避難所等を借り出されますね。ですから、例えば病院の処方薬1ヶ月に一度もらってますよみたいな方がいれば、必ず薬が切れる1週間くらい前に行ってもらうという癖をつけたらいかがでしょうか。もうこれも立派な防災対策になると思います。次に第3章ですが、災害時の食事、トイレの備え方というのをお話をします。まず災害非常食というのがありますね。もういろんなメーカーが食品、いろんな種類のものを出してます。最近すごく美味しくなってきました。温めなくてもいいですよとか、そういうのも出てました。でもですね、いろいろ試食をするんですけども、やっぱり高いですね、はっきり言って。で、これ私の経験です。もし皆さんの中に、この非常食のメーカーの方とか販売をしている方いたら、ちょっとごめんなさいなんですが、私の感想です。家族人数分の非常食を7個分購入しました。やっぱお金かかりました。場所取ります。そのうち何を買ったか忘れてしまうんですね。で、賞味期限の管理も最初はやろうと思っても、もう1年経ってると分かんなくなってしまう。食べてみたら自分の味じゃなかった、ちょっと塩分が濃いよねとか、賞味期限が切れてしまったら、食べきれないから捨てようか、もったいないな。結局食料備蓄というのはお金の無駄遣いと思ってしまいました。まあ、こんな話をいろんなところでしてるんですけども、今日も何名かの方がこううんうんとうなずいてくれて、同調してくれてるんですけど、この結果買い替えを迷う人がいるのが出てるというのが分かりました。で、中にはもうやめてしまう、食料備蓄やめちゃうという人も出てきましてですね。で、これで本末転倒なんですね。ですから私たちはこういうようなことで食料備蓄をやらなく、食料備蓄をしなくなるのでは困る。ですから、なんとか食料備蓄を続けてもらう方法はないだろうかということをいろいろ考えてやってきました。まあ、その方法をこれからお話をします。もう一つですね、在宅避難をやるときの盲点があります。在宅避難したときの食事は誰が担当しますかというのを考えてほしいんです。もちろん普段食事を作っている方が担当すると思うんですが、その方が怪我をしちゃったとか、あるいは戻ってこれない場合、残された家族は大丈夫でしょうか、食事できるんでしょうか、そこを考えてほしいんですね。実は私のことです。私自身のことで、私は普段調理しません。まあ、家内がやるわけですけども、災害が起きた時にもし家内が戻ってこれなかったら自分の食事はどうするんだろう。こういう仕事してますから、ちょっと避難所に行くのは恥ずかしいなと。
自分でカセットコンロで鍋でいろんな調理をやってみました。ご飯をですね作るのが意外と難しいな、安定して作れなかったんですね。しっかりした土鍋を用意してしっかり量を測って時間を測ってやらないといけない、なかなかうまくいかないんです。そんな中で見つけたのがポリ袋調理法というやり方なんです。これがですね本当に簡単できる、私でもできるようになりましたから、おそらく皆さんどなたでもできると思います。で、このポリ袋調理法というのは普段調理をしない方や子どもさんでもできますので、家族全員で覚えることというのが、まあ、家庭の防災力を上げるということになるんじゃないかと。まあ、このポリ袋調理法はフランス料理のコックさんが時短料理、時間短縮ですね、時短料理あるいはヘルシー料理、要は調味料を半分でいいですよというやり方を使っているんですけど、そういう調理法として広まっています。まあ、インターネットでクックパッドなんかでこう調べるとたくさんのメニューが出てきます。普段使いが当然できます。私はその中で災害でも使えるものをピックアップして、まあ、それを皆さんにご紹介しているということで、この後少し紹介をしたいと思います。まあ、ポリ袋調理ですけれども、カセットコンロを下に置いて大きなお鍋を置いて水を入れてお湯を沸かします。食材の入ったポリ袋を入れて複数人数分の複数メニューが一度に作れるというメリットがありますよね。で、カセットコンロを使って温かい料理を作って食べることができるって、これが非常にメリットだと思います。これは簡単にできるんです。ポリ袋調理ですね、本当に煮物は何でもできると思ってください。ですから、まあ、カレーとか肉じゃがとか煮魚とか、もうそういう煮物は何でもできると思ってください。ただ湯煎に使うポリ袋はちょっと特殊なものが必要です。材質が高密度ポリエチレンというんですが、半透明でカサカサ音がするんですが、こう融点、溶ける温度が110度あります。熱湯は100度です。ですから100度のお湯でグラグラとやっても大丈夫ですよというのがこの袋の特徴なんです。逆に透明の袋はほとんど融点が100度です。ですから長時間、グラグラいってるところで入れると、その袋の成分がにじみ出して食材についてしまうよということがありますから、まあご注意ください。まあ私たちはもう必ず、この高密度ポリエチレンの袋を使ってくださいというお話をしますけれども、左上の方はアイラップという三角形、赤い三角形です。これ今ですねヨドバシ .com という通販サイトはご存知でしょうか。送料無料で1個でも送ってくれます。それから左下は食品用湯煎調理袋、これ100円ショップと書いてありますけど、実はダイソーです。ダイソーさんで110円で売ってます。非常に手頃にお買い求めいただけますので、ちょっといろいろ使って、ご家族で使っていただけたらと思います。で、ポリ袋調理の調理で書きましたと簡単に書きました。ご飯は1合のお米に 200cc のお水を入れて、それで沸いてるお湯に入れて20分間湯煎して火を止めた後10分以上、トータル30分やってるとご飯ができちゃいます。蒸しパンはホットケーキミキサーの粉ですね、これにお水を入れて、粉と同量の水を入れてもみもみして、同じくらいの時間を20分湯煎して10分蒸らすと蒸しパンができます。お水の代わりに牛乳でも構いません、ウーロン茶でも構いません、コーヒーでも構いません。いろんな味を変えることで、いろんな蒸しパンができると思います。非常に簡単です。カセットコンロですね、カセットコンロ、1998年に規格の統一、JIS 規格が統一されました。阪神・淡路大震災の時にいろいろトラブルが起きた。それまではカセットコンロのメーカーのガスボンベでないとダメだったらしいんですね。で、いろいろトラブルが起きたので、カセットコンロメーカーが、規格の統一をして、今はですからカセットコンロに対してどこのガスボンベでも大丈夫です。海外製輸入してきたもので100均で売られているガスボンベでも大丈夫です。で、カセットガスは強火で約70分なんですが、ポリ袋調理の場合には中火弱火でありますので120分ぐらいできるというのは経験的に分かっています。まあ、40分を3回できる、
もうちょっとさっきご紹介したように20分火をつけて10分火を止めた状態で放置してなるともっと短くできますから4回分ぐらい、カセットガスで1本で4回ぐらいできます。まあでも計算するときは1日3食分ガスボンベ1本というふうな計算がよろしいんじゃないかと思います。それから中身の液化ガスは 250g なんですが、カセットガスボンベの容器 100g なんですね。これ知っとくと便利ですね。新しく買ってきたものは重さを測ると 350g です。中身は 250g ですけどね。途中使っててまだ残ってるかっていうのは耳元でこう振りますよね。音がしますよね。あ、残ってるな。でもどのぐらい残ってるかって意外とわからないんです。重さを測ってください。もし重さを測って 200g だったら缶の入れ物が 100g ですよ、中身が100になりますよということがわかります。そして四角に書きました。住民の1割から2割が所有していないということが私の経験であります。まあ、マンション行ってお尋ねすると、必ずカセットコンロ持ってませんという方がいらっしゃいます。その方が悪いということはないですね。2つ理由があります。1つは年配の方で昔カセットコンロのガスがよくあったので怖いから使ってませんという方、それからあとは、電気製品だけをずっと使ってましたからカセットコンロを使う機会がありませんでしたという方ですから、私のセミナーなんかでは着火練習という時間を設けます。ちょっとやっていただきます。ガスボンベをはめて火をつけて、それだけであ、こんな簡単にできるんですねっていう感想を多くいただきます。そしたらぜひ1台2000いくら3000しませんけど買ってくださいねっていうことで買っていただければ、それだけで防災力が上がるわけですよね。ぜひカセットコンロの所有を呼びかけていただきたいと思います。次に主食のローリングストックという話をします。まあローリングストックよく話ね聞きますけども、私主食と副食をちょっと分けて今日は主食についてお話をします。朝食ホットケーキのホットケーキミックス粉で蒸しパンを作るという朝食にします。まあ野菜ジュースって書いてますけど、野菜ジュースは飲んでもいいし、あるいは粉に入れてもいいんですけどね。で昼食はパスタ 100g ポリ袋調理やって何か缶詰と食べますと。それから夕食はご飯お米 100g で作ります。まあこんなふうなことをやると、例えばこの主食の量で10日分同じものをするとかける10倍ですよね。ホットケーキミックスの粉が 500g、パスタが 1kg、ご飯がお米が 1kg、 それが1人分、それに家族の人数分を掛け合わせれば家族10日分の必要量が分かります。そうすると10日分の必要量を残して先買いすればいいよということです。具体的に言えば、例えばお米でしたらば、まあ1食 100g ですけど10日分で 1kg、 家族3人だったら 3kg、 3kg のお米のね残量が 3kg になったら次の新しいものを買ってくださいということです。先買いするということですね。先買いすればお金を無駄にすることもありませんし、場所もそんなに取らない、備蓄日数を10日以上にもできるし、何よりも賞味期限の管理何もする必要がなくなるという、簡単になります。それをお昼食べるもの、パスタあるいはうどんそばでもいいです。そういうものを合わせて10日分ぐらいのものを考えればもうこれで10日分の主食を残すのはそんな難しくないということが分かりました。ぜひこの方法をですね、取り入れていただきたいと思います。本当は復職の方もねちょっとお話したいんですけど、ちょっと時間が足りないので今回は割愛したので申し訳ありません。災害時のトイレ対策です。トイレ対策ですが、一般的な対策としては携帯トイレを備蓄しましょうというやり方しますよね。でいつも聞かれるのは携帯トイレは何個用意すればいいですかという聞かれ方するんですが、まずそれよりも大事なことは、その袋匂い漏れしませんか、大丈夫ですかっていうのを確認してほしいんです。
ですからもし携帯テロをお持ちの方、1個開けてですね、匂いのするもの、まあ最初から自分の排泄物はちょっとね、怖いというか、できないでしょうから、カレー粉でも納豆でも、キムチでも、それからなんだろうな、奈良漬けとか、たくあんとか、そういうもの、匂いのするものを入れて、輪ゴムで留めて置いてみてください。2、3時間で外から匂いが噛めたら、おそらく自分の排泄物の台の方は入れたらとてもじゃないけど家の中に置けません。で、その解決するためには、こうちょっと写真しか出てませんけども、ボス防臭袋というのがあります。この袋本当に匂い漏れがしません。大阪のメーカーさんなんですね。あのオストメイト、人工肛門の患者さんの排泄物を入れる袋を作っている会社です。それを一般向けに、出してます、生ゴミ用、赤ちゃんのおしめ用、ペットのうんち用、高齢者のおしめ用で、災害時のトイレ処理も使えますよということで、出しています。本当に匂い漏れしません。ですから考えようによってはこの防臭袋があれば、例えばゴミ袋を二重にして、そこに新聞紙をちょっと細かく切ったものに、そこに排泄をして、それを輪ゴムで締めて、でこのボス防臭袋に入れてしまえば携帯トイレになるんですね。私は携帯トイレ1個150円以上するのが非常にもう引っかかってましてですね、おしっこするために150円ですかっていう話までしたんですけども、ちょっとおしっこの方はまた別な、次にまた違う話をしますけども、うんちの方はとにかく匂い漏れをしないような対策を考えてください。でそのために、このボス防臭袋があるとそれを達成することができます。ぜひご参考ください。次に第4章ですが、マンションでの備え方ということでお話をします。マンション共助、まあ勝手にちょっと私が作ったんですけども、共助の中でもマンションの中にある共助ですね。マンション共助、大地震でも次のことができることを目標にしたいです。一つは住民が自宅で死傷しないようにしてあげること。それから二つ目が、住民が避難所ではなく自宅に留まれるようにしてあげること。3番目が住民が自宅で長期在宅避難ができるようにしてあげること。で4番目がマンション内に相談相手、話し相手がいいようにすること。これができたらそのマンションの共助というのは素晴らしいなと思うんですね。そしてちょっと最初にちょっと言いましたけども、大怪我をして重症者を早く発見して病院に搬送して命を助ける。確実性がないことばかりです。ですからここにこれをやってもですね、おそらく重症した人を管理組合とか、あるいは自主防災組織が助けることはできないと思います。逆に怪我をしないようにしてあげるということを目標にしてもらいたいんですね。じゃあどうすればいいかということですけれども、重症者を発見して担架搬送しようという訓練をするときには、運ぶ人たちはみんな怪我してないですよね。なんで怪我してないんですか。いやそれはちゃんと感転倒防止してますよ、ガラス飛散防止やってるから我が家では怪我しませんよって言うんだったら、全部のお宅にそれをしてあげればいいんでしょってことになりますよね。それが今されてないんです。ですからマンション共助、住民がみんな怪我をしないための対策というのはまだまだやる余地があると思ってます。そしてマンションの防災力の向上対策というのを考えました。これ実際にあの横浜のマンションをいくつかにやっていただいてて効果があるので、皆さんにご紹介しますけども、まあ、10代のマンション防災対策をまあ見直したいという場合、あるいは住民の防災関心度を高めたいという場合、あるいはこれからマンション防災に取り組みたいという場合、このどの場合でも使えます。
アンケートを実施するんですね。アンケートの内容はその次のページになるんですが、このアンケートによってマンション防災力、そのマンションの防災力を把握しましょうということです。要はいろんな備えが誰がどのぐらいやってるかが分かると、じゃあここを集中的に強化しようかと、弱点を解消するためのイベントセミナーをやることができます。で、1年後に同じアンケートをやる。それを毎年繰り返してやる。どこのマンションでも最初にアンケートやるとですね、回収率が 20% ぐらいしか戻ってこないんです。ほんと少ないです。でもこれを2年目、3年目、いろんな施策をやっていくと 50% なり 70% まで上がったマンションもあります。その回収力が上がる同時に実施率も上がっていってます。ですから一つのことに集中して弱点を見つけてそこを解消するよと活動がやっていけば、絶対そのマンションの防災力は上がるんだなと思ってます。そのアンケートの内容です。簡単な内容でいいです。食事、水の備えしてますか？トイレの備えしてますか？まあ、トイレというのは携帯トイレですかね、からカセットコンロ持ってますか？家具家電の転倒落下防止してますか？ガラス飛散防止対策やってますか？この5つのことを聞くだけで状況が分かりますよね。ですからあんまりたくさんのアンケート項目を出すんではなくて、簡単に答えられるようなものだけでやって、それでこのマンションの防災力を把握します。そして6番目に書きました、大災害発生時に不安なことは何ですか、これを書いてもらう。いろんなマンションとお話をしてて分かったんですが、防災訓練になかなか出てくれないとか、防災に関心がないんですよっていうマンションの方、実際に住民の方聞いてみると、関心がないわけじゃないんですね。関心はあるんです。災害に対してはみんな不安を持っているんです。ただ子育てで忙しいとか、仕事がどうこうとか、毎日の生活に追われるから、その防災対策まで回らないんだよ。じゃあそれは不安なことなんですかって言うとたくさん出てきます。それをまとめて皆さんにその 共有するといいますかね、見てもらうこと、あるいはそれに対して管理組合でどうする、あるいは自主防災隊でどうするというようなことを、取り組みをですね、出してあげると、ものすごくこう反響があります。あ、自分たちの意見を取り上げて、やってくれたんだなという方、あるいは子どもさんが書いてくれた意見に対してちゃんと大人が答えてあげると、子ども喜びますし、その親も喜ぶと、子どもさんの意見というのは周りの方も喜ぶんですね。これ非常にいいやり方です。ですからこのアンケートの時にですね、不安なことは家庭に1個じゃなくて、家庭のその一人一人の意見を書いてくださいってやり方の方が効果があると思います。それからマンション内ネットワークというのもお勧めしています。これは災害が発生した時に災害対策本部が何もしないようにするのがいいんじゃないかなと思って始めました。一人暮らしの高齢者対策です。お茶会などでそういうお一人暮らしの方を呼んで、お友達をマンションの中で作ってあげましょう。ただただそれだけなんです。なぜこれが分かったかというと、避難所に行く理由というのを結構アンケートで集めたんですよ。その避難所に行く理由の中で一番大きいのが、一人では不安だから、一人じゃ心配だからというのがあった。で、避難所に行ったら本当に解決されるのかなと私は思いながら、じゃあもしマンションに近くに、どなたかこう知り合いがいて、その人たちとこう常に話ができるんだったらどうですかって言ったら、いやそれはありがたいと、でもなかなかうちのマンションそういう付き合いがなくてっていう声を聞きました。だったらその管理組合とか自主防災組織がそういうことを仕掛けてあげればいいんじゃないか、沢会を仕掛けてあげる、これだけでその避難所に行く理由というのが解消できるんではないかと思います。それから子どもの預かり対策です。子どもさんがマンション帰ってきたけど親がまだ帰ってこない、災害時ですね、帰ってこない、誰か面倒見てほしいよと思う親は多いはずです。でもそれは子どもがいる親同士を協力し合うために、事前に顔合わせをしていただく機会を作ってあげる、
それだけで、まあ、言ってしまえばお友達を作ってあげるですよね。同じ悩みを持つ人たちの、悩みを持っている人たちを知り合いを増やすということをしていただければいいんではないかと。それから応急救護対策としては、応急救護ができる人のネットワークというか、まず人を増やすということをやってほしいですね。私も持ってるんですけれども、日本赤十字社の救急法救急員という資格、3日間 の研修があります。その研修を受けることで資格を持って、あと3年ごとに更新研修をやっていくんですけれども、そういう方の資格者を増やしていくということになると、まあ、重症が出た場合にはなかなか難しいですけど、軽症の対策ができるようになるのはいいんじゃないでしょうか。平時の活動です。自主防災組織の役割、マンション全体で何をするかということですけど、防災対策は住民の不安を解消するための活動なんですよということをですね、やはりアピールしてほしいですね。役所に言われてるからアンケートですよじゃなかなか協力もしないでしょうけども、皆さんの不安を解消するためにまた我々は動いてるんですよということをですね、アピールしながら動いてほしいです。で、全戸全てのお宅の自助を推進するということをこう前面に出してほしいんですね。じゃあ自助の推進って何か。一つは家具の転倒防止、ガラス飛散防止で自宅で支障しないような備えをやってくださいね。できなければ相談してください。お手伝いします。火災発生にすぐに消火できるような宅内消火器、宅内消火具を備える。今エアゾール式が出てるんですね。エアゾール式消火具ってあります。1本1000円ぐらいなんです。ホームセンター行くとあります。これ油火災対応できますので、そんなのを各家に置いていただければ、出火したらすぐ消すってことができると、ぼやで済むことができます。3番目は避難行動要支援者が避難する必要がない備えができないかを考えてほしいんです。避難行動要支援者、これどこ行くかというと避難所に行くために助けましょうということでしょ。避難所を連れて行けば助かるんでしょうか。私はもう全く逆行だったと思います。避難所よりも絶対自宅の方が安心安全、いいですよね。住みやすいですよね。寝ることもできますよね。だけど今のままだと、在宅避難ができない。だからどうするかを考えてあげれば、この、避難行動要支援者の方だって在宅避難ができるようになると思います。4番目、地震でドアが開けなくても、まあちょっとね、耐震性がある建物でもドアが開かない可能性があると言われています。でも開かなくなった時に助けてくれ、どんどん、それやらなくても1週間ぐらいは自宅で生活できる備えがあるんだから、まあのんびり待とうかっていう余裕を持ってほしいんです。で、おそらく自分のドアが歪んで開かなくなったら、その建物のほとんどは開かないですよね。閉じ込められますよね。ですからね、どんどん騒いだって誰も来てくれません。でも余裕を持って数日は籠城的な備えをしてほしいな。そして1週間以上自宅内であるもので生きていける備えを用意してほしい。これが自助ですね。この自助をできるようにしていただきたいと思うんです。で、そのためには、マンション全体で協力してお手伝いをしてほしいと思います。それから実際に災害が発生したときに、マンション全体で行うことですけど、建物設備を確認して居住継続の可否判断、住めるかどうかは自分たちで判断しなければいけない。それから排水管の簡易チェックで排水の可否判断、これは後でまたお話をします。エレベーターの閉じ込み者捜索、これもちょっと後で話をします。で、各フロアでの安否確認と要救助サポート、これもちょっと後で、話します。で、深夜でも暴風でもやっぱりできるような活動にしてほしいということですね。例えば10階の、ね、高層階の方が、わざわざ1階の本部までエレベーターもないに走っていくなんてことをやると、まあ昼間はできますけど、真夜中なんかは電気もなかったら怖いですよね。そういうことはやめましょうということです。数日経ってから、行政から
来る情報を取得するために避難所へ、まあ、偵察しに行きましょう。そのうち支援物資が来ますって話があったら、その物資を受け取るためにマンションで人を集めて取りに行きましょう。避難所で支援物資を配布するに人が足りなければお手伝いに行きましょう。この辺がまあ地域の共助ということになると思います。それから災害発生時の住民の皆さんの行動になりますけれども、まずまあ揺れが落ち着いたら玄関ドアの前に出て、まあ、お互いに顔を見合わせて声を掛け合いましょうということですね。でもし出て、家族との連絡が必要な場合には SMS や171を使うということです。 SNS ではないですね、ソーシャルネットワークサービスではなくて、ショートメッセージです。 SMS ショートメッセージ、これを覚えてください。相手の電話番号に文字を送るショートメッセージですね。これは、災害が起きた時に通話が錯綜して会話ができなくても SMS はできる可能性が高いです。それから171、災害用伝言ダイヤル171というのを使えるようにしてください。広域停電とか断水の時にはトイレから汚物は流さない。それから軽症者の手当てができるようにしましょう。在宅避難に備えて食料や水の貸し借りなんかもそこでできるといいですね。震度5弱以上だと、都市ガスは自動的に止まります。もう 再開の方法を押し合うというのもやってほしいです。それから地震の揺れで散乱した室内の片付けの手伝いをですねやれたらいいんじゃないか。で避難所には行かずに在宅避難を開始する。これが大きな地震災害の時の皆さんの行動になると思います。第5章ですけれども、エレベーターの閉じ込め対策ということでお話をします。このエレベーターの休止対策がですね全くされてないことでちょっと心配をしています。地震によってエレベーター閉じ込め事故っていうのはここに挙げているようなのが起きています。でもちろん今年の1月の能登地震の時もですね、14件の、まあ、閉じ込め事故、まあ、すぐに地域バラバラでしたんですぐに救出されてますけれども、それからもちろん阪神淡路大震災の時にも150件ぐらいの閉じ込め、東日本大震災の時にも210件の閉じ込め事故が発生しています。まあ、いずれもまあ長くても5、6時間でもってですね救出されています。でその中で、4の大阪府北部地震というところをちょっと注目して説明します。2018年6月18日に起きました。高槻市を震源とする地震で、小学校のプールサイドのブロック塀が倒れて女子児童が亡くなったというね、ちょっと痛ましい事故があったあの地震です。その時の停止台数は6万6000台ですが、地震時管制運転装置がついているのは約半分ありましたということです。これ地震時管制運転装置というのは、初期微動を感じると最寄り階に着床して開きますよ、中の人出られますよ、だから閉じ込め発生しませんよという触れ込みなんですが、実際に閉じ込め台数346台のうちその4割の139台は管制運転装置がついているエレベーターで起きました。でその代表的なものとして梅田駅前のグランフロント大阪で閉じ込め発生しました。なぜこの新しい10年も経ってないタワービルで起きたんだということで結構一時いろいろ騒がれたんですね。で要は震源地が近いと初期微動でエレベーターが最寄り階に着床して開くまでに最大5秒かかると言われています。その前に本震が来てしまうとその時に実際に建物が揺れるとエレベーターが危険を感じて止めてしまう。そこで閉じ込めが発生します。ですからいくら新しいビルでも直下地震の場合には閉じ込めが発生するんだということを申し上げたいんです。大阪北部地震の時の閉じ込めの発生範囲なんですけども、中心のバッテンが高槻ですね。でそこに赤が最大震度6弱でした。赤いところが6弱です。その周辺が5強ですね。この5強の範囲で閉じ込めが起きています。ですから、地震の範囲がその狭かった
なのでこの規模で346件の閉じ込めで済んだということです。でももし仮に上松断層地震のように広範囲に震度5強以上の場合、これ中心のオレンジっぽいところが震度6強ですよね。でその周辺のちょっとところが震度6弱5強になると神戸京都奈良まで含むような範囲になっています。でおそらくその震度マグニチュード 7.3 ぐらい 7.6 の、最大震度7の地震が起きたら大阪だけじゃなくて神戸京都奈良も含んで至るところで、エレベーターの閉じ込めは発生するだろうというふうに予測しています。ですから救出訓練は自分たちでできるようにしておきたいねというのが私たちの主張です。エレベーター閉じ込められたら天井から逃げられるんですかということを今でも言う人がいるんですけど、これできません。これはできません。どうするかというと廊下側から扉を開けるというやり方をやります。でこういう訓練がありまして、もうエレベーターの保守会社から指導を受けながら実施するんですけど、この写真私のマンションでやってるんです。2010年からやってて昨年まで14回ずっと毎年やっている、います。左はちょっとエレベーターのカゴが廊下よりもちょっと下がったような状態で止まったという過程でドアを開ければすぐ助けられます。右側は廊下からちょっと上がってますよね。そうすると指を指しているところがいわゆる奈落の底なんですよ。ですからここに足を滑らせると本当にもうその方自体命が危なくなるので、この時にはここはやりません。危険なのでここはやらずにですね、上の階に行きます。上の階に行くと30センチか40センチ空いてるんですね。そこから引っ張り出すか、もし人のスペースがなければ、例えば毛布を差し出す、水を差し出す、あるいは汚物を取り出す、声をかけるということでなんとか、中の方に安心感を持ってもらうようにしよう、まあ、そういうのが訓練になります。こういうことができますので、エレベーターの保守会社に、訓練をお願いすればいいと思います。で本番を実施するときにも、保守会社と連絡が取れない場合、保守員がいつ来るかわからない、あるいは閉じ込められた人の命の危険が迫っているような場合ということで条件で私たち のマンションでは決めてますけれども、直下地震対策としてはやっぱり必要だなと思って、皆さんにお勧めをしています。ただですね、現実エレベーターの保守会社の方が今閉じ込め者の救出訓練をですね断ってきてます。なぜかというとマンションのにいろいろ教えたんだけども、その次からエレベーターの保守会社の方を呼ばずに自分たちだけで何かやり始めたところがあったと。そこで事故が起きたんですね。事故が起きると教えたエレベーター会社が国交省からお叱りを受けるわけですよ。なので今メーカー側は、その容易に、マンションには教えちゃいけないということになっています。ただそれはマンションの姿勢にもありますので、もし皆さんの中でエレベーター会社にお願いをして断られたら私の方に連絡いただければ、そこからの交渉の仕方はまたご説明できると思います。そしてオフィスビルだとですね、訓練は敷居が非常に低いです。もし皆さんがおすすめ、お勤めとか知り合いのところでですね、オフィスビルがあったときに、もしここでエレベーター閉じ込められたら誰が助けてくれるんですかというのを聞いてみてください。訓練してますか聞いてみてください。まあ、当然ビル管理会社とかそのビル管理部門があるわけですから、そういうところの人にこう答えを求めるわけですけども、もし訓練やってなければエレベーター会社に要請すればすぐ できますよということを教えてあげてください。で訓練するときにはご自身も参加してくださいということですね。でそのやはりオフィスビルでこういろいろやることでやっぱりマンションの訓練もできるようにしたいなということで今私たちは活動しています。最後の章です。第6章の排水管チェックということを言います。排水管簡易チェック、
在宅避難を行うためにですね、地震後速やかに排水管チェックを行ってほしいんですが、条件があります。まず耐震性がある建物であること、新耐震基準であることですね。それから専用部内に排水の立て管があること、要はトイレ用、それから台所、お風呂場用とこう立て管がある。それで地震の結果、地震があっても建物に外から見て大きな被害がないとですね。このような条件があった時にやるんですが、なぜこれやり始めたかというと、いろんなマニュアルにですね、地震で大きく揺れると排水管が損傷する可能性があると。でそのまま流すと下のお宅にその汚水が漏れるから、調査するまで損傷しないことが分かるまで水を流していけないよっていうのがいろんなマニュアルに書いてあるんです。でいろいろ聞いてみました。どうやって調査するんですかって。結局はビル管理会社とかファイバースフォーク持ってきて屋上から入れてとかですね、壁を壊してなんとかという形です。我々素人がやっぱすぐやりたいのに、それじゃもうできないなということでいろいろやってたんですけども、どういう状況が起きるのかっていうのが、そう調べてるうちに分かりました。この絵ですけども、真ん中に、だいたいこの建物の真ん中にこうトイレがあるんですね。でトイレの立て管があると思ってください。真ん中にトイレの立て管がある。この立て管が建物下で曲がって、ずっと公共の下水道までこうつながってますね。でこの中で、この今赤枠をつけたところがやはり弱いというのが一級建築士さんの見解なんですよ。建物の中の建て管は建物と一緒に揺れますんで大きく損傷することはない。ただし建物の下、曲がってるところ、あるいは建物から外へ出るところ、揺れが違う。それから出たところで液状化が起きると、そこで排水管が損傷する可能性がある。もし排水管が損傷すると、後々トイレの汚物をこう流し始めるようになると、まあ断水が解消してですね、なるとここに詰まってしまう。詰まるとこれがどうなるかというと、1階のトイレから逆流します。でそれは管理組合としてこの簡易チェックをやっとけば、この赤いところが、赤の枠のところが流れればですね、この逆流は発生しないわけですから、そこは管理組合が中心になってできるだろうというふうに思います。そのやり方です。排水管チェック使う道具、この赤と黄色の球体を流す、あるいは白い粉を流すということで市販されてるんですけども、このセットで1500円するんですね。でちょっと高いなということで、今私たちは代用品として色水を使ってます。一つは食品用の着色料ですね。これを1リットルの水に一瓶で薄めると、一瓶これ300円ぐらいなんですけども、それできます。それからまあ牛乳とかジュース、こう色のついているものでも代用ができます。実際に図面を見ながら、公共の下水道に一番近いマンション敷地内の中で、公共の下水道に一番近い汚水マスを調べて、そこを蓋を開けて、そこにビデオカメラとかを設置して、でどこかのお宅から、ここは白い粉と球体って書いてますけども、色水を流してやる。色水が流れていくことが分かれば、まあ、さっきの赤枠のところが大きく損傷はないということが分かります。それを毎日繰り返す、余震があっても毎日繰り返すことによって、汚水の逆流を防ぐことができるというふうに思います。で流れの確認できたら、まあ、汚水管に致命的な破損はないでしょうということで、日常も使えますねということになります。ということで最後です。マンション防災の目標ということで、一つはご自宅を最高の避難所にしてください。二つ目は防災対策を広めることで仲間を増やして、普段のそのマンション生活、より楽しいマンション生活を送っていただきたいと思います。以上で私のお話終了します。長時間ご清聴ありがとうございました。